平野さんはすごい、彼のインフルエンサーマーケティングやアンバサダーマーケティングにおける力強さに注目しています。こんにちは、皆さん、エンターテインメントの舞台裏をお届けする芸能ダイヤの背景。ナンバーアイの平野修行さんが、サントリーの新テレビ CM の新キャラクターに抜擢され、その経済効果が話題となっています。本記事では、平野さんの新しい広告塔としての役割を通じて、 コミュニティの視点やイベントの社会的影響に焦点を当ててみましょう。平野さんが初めて水人総編に出演することが発表され、その清々しい表情がファンを魅了。サントリーは平野さんを積極的にプッシュし、新しいコピー、清々しい人に注目が集まっています。彼自身も30歳に向けて清々しさを追求し、ファンの期待に応える姿勢を示しています。新 CM では、 平野さんとお笑いコンビの東京ゼロさんが立ち飲み居酒屋で水を楽しむ様子が描かれます。これにより商品のプロモーションに多様性が加わり、平野さんの広告活動がコミュニティにどのような影響を与えるかが注目されています。サントリーは平野さんの起用を巧妙に匂わせ、大規模な広告キャンペーンを展開。渋谷に掲示された巨大広告や新聞広告など、多くの媒体で平野さんをフィーチャーし、 ファンの期待を一気に高めました。平野さんのインスタグラムのフォロワー数や彼が着用した高級ブランドのアイテムの即日品切れ状態もその影響力を物語っています。これによりサントリーは大阪工場に55億円を投じ生産能力の拡大を計画。水ブランドの売り上げ増加を目指し、平野さんの広告活動を通じて事業展開を加速させる方針を発表しています。 一方で、平野さんの影響力が広告業界においても大きな存在となりつつあります。経営コンサルタントの坂口隆二は、平野さんはすごい、と絶賛。彼のインフルエンサーマーケティングやアンバサダーマーケティングにおける力強さに注目しています。最近では、大谷翔平選手を広告に起用した成功例も挙げられ、企業が平野さんを広告に起用したいという動きも加速しているようです。 これからますますテレビで平野さんの姿を見る機会が増え、ファンにとっては嬉しい限りですね。締めくくりとして、平野紫耀さんの広告活動が日本の経済にどれだけの影響を与えるか、ファンと企業の期待が高まるばかりです。ますます目が離せない、平野さんの魅力的な活躍に期待しましょう。